ナバフルダクは、ベラルーシ、フロドナ州の都市。2004年時点の人口は3803人。ナバフルダクの存在が記されたのは1044年、ヤロスラフ一世とリトアニア人部族との争いについて書かれた年代記においてである。1252年の一八写本において、新たな小さな町を意味する、ノボコロドクの名が現れた。町は、 クリビチ族の領土西部の遠隔地にあった。13世紀、リトアニアをミンダウガスによって、リトアニア王国領となった。1569年のルブリン合同以降は、ポーランド・リトアニア共和国の一部となっている。その後1795年、第三次ポーランド分割によって、ロシア帝国領のグロドノ県に含まれた。1817年の町の人口は1600人で、 その45%はユダヤ人、35%はポーランド人、20%はタタール人が占めていた。第二次世界大戦までナバフルダクにはモスクがあった。第一次世界大戦中の1915年から1918年まではドイツ軍に占領されていた。その後ポーランド軍に占領され、ポーランドソビエト戦争中には赤軍に占領されていた。 ポーランドソビエトリガ平和条約によって、ポーランド領となり、ノボクルデク県の中心地となった。1939年、ソビエトが侵攻、占領し、白、ロシアソビエト社会主義共和国に編入された。1941年6月22日に、ナチスドイツがソ連への攻撃を開始、7月4日にはドイツがナバフルダクを占領している。その後再び、 ソ連がこの地域を占領し、破壊された施設も戦後すぐに復旧された。ありがとうございます。